これでいいでしょう。はい、はい、はい、特定秘密保護法反対の歌を最初に歌います。何でもかんでもみんな秘密にするよ、官邸の中からほわっと嘘つき安倍さん登場、いつだって国民を騙してる、こんな法律ってパイだ、タタタラリラテパイテパイ、秘密保護法テパイテパイ、秘密保護法絶対テパイだ。何でもかんでもみんな強行採決で決めるよ、国会の中からゾロッとインチキ政治家たち登場、いつだっていい加減な話し合い、こんな法律テパイだ、テタテラリラテパイテパイ、秘密保護法テパイテパイ、秘密保護絶対テパイだ、頭に来てるよね。これ最初は撤廃じゃなくて廃案、廃案ってその時に作ったんですけどね、通過しちゃったから撤廃に変えましたけどね。はい、本当廃案ですよ、廃案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 って言ってたんだけど、通過しちゃったから今度は撤廃、撤廃、絶対撤廃なんだよね。そういうことで替え歌もどきの歌いましたけど、じゃあオリジナルというかそのような感じの歌を歌います。なんてことだなんてことだ、あれほど反対していたのに世間通ったら賛成か、とんでもないペテンのパートナーシップ、何を食べろというのか、遺伝子組み換え作物に病気の牛や卵か、これじゃ農業破壊、食の安全破壊、おまけに医療保険金融破壊、こんな TPP まっぴらごめんだ、はいさようなら。なんてことだ、原発まで売りに行く、なんてことだ、武器開発に武器輸出、これが積極的平和主義。はあ聞いちゃいけない、喋っちゃいけない、下手に喋れば捕まるよ、これが特定秘密保護法、ほうほうなんてことだ、物価上昇、消費税増税、おまけに年金額減額、これじゃお先真っ暗け、これじゃお先真っ暗け、これがアベノミクス、これがアホノミクス、こんな政治まっぴらごめんだ、はいさようなら。こんな安倍政権まっぴらごめんだ、はいさようなら。そういうわけでね、これが新しいパターン来たの。これは替え歌じゃないですよ勝手に作ってるんですよ勝手に作ってる歌で、あと勝手に作った歌で歌います。怒りの拳を上げよう、どっちにしましょうかね。反戦の方、あるのパターンが、パターンありますよ。なるほど、まあ反戦と反アベの方でやってきます。なるほど、怒りの拳を上げよう、反戦の声を上げよう、秘密保護法反対、解釈改憲反対、
許さないぞ安倍の暴走、進め進め反戦の大行進、進め進め反戦の大行進、怒りの拳を開けよう、反戦の声を上げよう、新基地建設反対、ごめんなさいね、強行工事反対、許さないぞ辺野古新基地建設、やめるやめろ新基地建設絶対反対、やめるやめろ新基地建設絶対反対、怒りの拳を上げよう、反安倍の声を上げよう、大企業優遇反対、TPP 反対、いい加減にしろ、安倍のコンチクション、やめろやめろ、安倍やめろの大合唱、やめろやめろ、安倍やめろ、大合唱。あ、そうですよ。あの、ハンアベのところは何言ってもいいですけど、はっきり言ってね、いろいろ反対することはいっぱいありますから、反原発の方は、まあ、それもやりましょう、今日。怒りの拳を上げよう、反原発の声を上げよう、原発再稼働反対、原発輸出反対、許さないぞ仙台原発再稼働、ね、急に終わった急に終わった急に終わった、おかしいな、ちょっと止まっちゃったな、いい感じじゃないですか、いいな、すごくいい感じじゃないですか、ほう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 、灰色灰色灰色の大合唱、灰色灰色灰色の大合唱、大合唱、怒りの拳を上げよう、反原発の声を上げよう、原発再稼働反対、原発輸出反対、許さないぞ伊方原発再稼働、灰色灰色灰色の大合唱、そうです、あれずっとね、あの完成したじゃないですか、すごい、その、ね、なんとか原発あるけど、まああまり長いやつは入らないけどね、柏崎刈羽はなんとかっていうのはちょっと歌の中に入れられないんだけど、あのそれは全部あの私の気持ちとしては全ての原発だから、最後に全ての原発灰色にしようっていうのは入ってんけどね、最後に、それみんなの力で、でもう一つの方はあの新しい国民のための国家を作ろう、でもさっきのもう一つ前に言ってそれを入れて締めに、しているけどね、普通はっていうか、その時に時々やってあの変わっちゃってるんだよ、はっきり言ってその時の調子で言ったり言わなかったり、本当にもういい加減だから、私の場合はいい加減、ね、歌詞も変えちゃってるからいい、だからこの前、あれこの前言ったのと違うじゃないかってよく言われるけどね、そういうこと言っています、ファンが多いんだ、いや、あそこで、あの、曲がった角のところで歌ってるって、グミ坂、グミ坂ですね、グミ坂で、あの、あそこはちょっと結構音楽的にレベルの高い人もいるから、
私が適当に歌うと怒られることもあります。僕は怒んないから。僕は怒んない。それは適当な 歌が多いからね、私のはね。こちらみたいなのちゃんと楽譜作ってちゃんとやってるって楽譜通りに弾いて演奏して楽譜通りに歌ってるのとは違うんだよ、私の場合は。オーでいいの？オーでいいです。オーです。オーで適当のオーです。もう長島じゃないですよ。オーですよ。オー、オー。長島じゃね、ダメなんですよ。ね、長島じゃなんでダメか。菓子屋にくっついてるから嫌なんです。ね、私はあんまりコマーシャルに出ない方の人の方が好きです。ね、変なところにコマーシャル出てる人っていうのは大体がおかしなことやって、うまいこと言ってる人は大体がそのおかしなことで、王が勝者でしょ。え、王が勝者でしょ。あ、ナボナ王でしたっけ。あ、逆でしたっけ。長島は何でしたっけ。セコム。セコム出てんじゃないですか。セコムなんて嫌いだよ。歌手はいいじゃないですか。菓子屋の方がいいんですね。亀屋万年堂。ああ、自由が丘ね。自由が丘だよね。違ったっけ。そう、自由が丘とかあの辺あったり。そうだよね。あんまりよく分かってないんだけどさ。適当に言ってるんだけどさ。これだけ適当に言ってる人。池上線とか東急乗らないと分かんない。ああ、そう、東急乗らないんだ。東急。ね、東急止まったんだっけ、この前な。大変なことになってるな。話を繋ぐ。いろいろ話を変えるって。そう、話を変える。政治家と同じでさ、どんどん変えちゃってさ、わけのわかんない話にして、私の責任じゃありませんということでさ、考え方を変えましたということで、延期しますというような話も出てるからね。新しい約束。新しい約束？公約違反ではないんだって。公約違反じゃないって言ったって、なんかよくわからねえな、あれ。まあ、公約違反だかなんだ、公約になってたのかね。だいたいアベノミクスって何なの、言った。本当はわからないんだ。3本の矢って言ってないじゃないですか。3本の矢、3本の矢って。その3本の矢だって、いつの間にか消えて、今度は新3本の矢だなんて言ってさ、それだって何だかよくわからないでね。あれ、黒田さん頑張ったんだよ。で、マイナス金利まで持ってっちゃったからおかしいんだよ。ね、その前に安倍政権の方で構造改革とそういうのやらなくちゃいけないんだよ。やらないで、日銀さんばっかり押し付けちゃったんだ。片っぽで、日銀さん、黒田さんの方は安倍さんの方に政治の方でもやってくださいよってお願いしたにも、安倍さん何もしなかったんだ。あれでアベノミクスが成功だって、どこが成功なんだか分かんないよね。道半ばっていうか、どこが半ばなんだかさっぱり分からない。半ばも何も最初が大事ね。最初も分からないし、半ばって言われても全然分からない。俺には道半ばね、道半ばそんな道あったのかって思うし、俺ね、最初から道ないでしょ。ねえ、道なき道を言ってるんじゃないですか、安倍政権って。わからない。なんでこんな話になってるの。あ、もう一曲やろうか、それじゃ。アベラをやろう。アベラね。別に安倍政権に限ったわけじゃないですよ。母国会議ですからね、これは。アベラという名前は。どこの誰かは知らないけれど、みんな一緒に叫ぼうよ。民主主義を取り戻そう。国民の声が一番だ。ゾンビのように現れて、ヒトラーのようなことをする。暴国怪獣アベラを倒す。暴国怪獣アベラを倒す。次の方どうぞ。